ジョシュア・ラロイ・バーフィールドは、ベネズエラ・ララ州、バルキシメト出身の元野球選手、二塁手、ウトウミギウチ。父親が、ジェシー・バーフィールドで、弟は、ジェレミー・バーフィールドである。ジェシーが、冬季リーグへ出場するため、妊娠した妻を同伴して、ベネズエラに渡り、彼女が、同国・ララ州、バルキシメトで女子を出産した。アメリカ合衆国テキサス州のクライン高校に入学。 2001年にドラフト40目でサンディエゴパドレスから指名を受けプロ入り2004年2005年の2年連続でベースボールアメリカ史からパドレスのトッププロスペクトという評価を受ける2005年にトリプル A 級で打率310.15本類が72打点20盗塁という成績を残す2006年にスプリングトレーニングでのマークベルホーンとの ポジション争いを制し、4月3日にメジャーデビュー。生じる一種として150試合に出場し、主に8番打者として打率。280.13本類打58打点、21盗塁を記録した。7月には打率。400で月間最優秀新人賞を受賞したが、シーズン終了後の新人王投票では、得票なしに終わった。2006年11月。 ケビン・クーズマノフとアンドリュー・ブラウンの二人とのトレードでクリーブランド・インディアンスに移籍した。2007年は開幕から生二類種として出場していたが成績は低迷。8月途中からアズドルバル・カブレラにポジションを奪われた。2009年8月11日にはインディアンスからメジャー契約を解除されメジャー40人枠から外れた2010年はサンディエゴ・パドレス。 2011年はフィラデルフィアフィリーズ、2012年はボルティモアオリオールズに在籍したが、メジャーでの出場は一度もなく、マイナーリーグで過ごした。2013年はアトランティックリーグのロングアイランドダックスでプレーした。翌年以降の試合出場記録はない。ありがとうございます。